というわけで本日はこちら本郷三丁目駅から徒歩7分ぐらいとんちん亭さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店油そばの元祖と言われるちんちん亭出身のご主人が経営されている油そばのお店ということなんですけれども、油そば好きの私としては見逃せないお店ですよね。果たしてどんな油そばいただけるんでしょうか。それでは今日も張り切っていく、いくかがかでしょう。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、こちらのとんちん亭さん、いわゆる一般的なラーメン屋さんとは違ってお酒もいただけるラーメン居酒屋さん的な雰囲気ありましたね。近くに大学もあるということで、おそらく学生さんの中で盛り上がってたんじゃないですかね。それでは現場の竹永さん、はいほーい、こちら現場の俺が竹永で、はい、というわけでこちらが油そばの中に半熟卵のキムチトッピング。トッピングしなくてもこんなにどっさり海苔を乗せていただけてるなんて、海苔好きの私としてはありがたいですよね。それでは早速いただきましょう。はい、まずはね、もうね、ここは人思いに思い切り混ぜてやろうと思いますよ。はい、というわけで麺はちょっと縮れたタイプの太麺ですね。もちもちとした食感で麺の味を味わうといったそんな油そばですね。はい、それではこちらチャーシューいただきましょう。しっかり歯ごたえのあるチャーシューで、どこか懐かしいホット粒タイプのチャーシューですね。はい、そしてこちらのキムチ、キムチは別皿にて提供していただけるんですけれども、この量ですよね。トッピングっていうよりかもうおつまみレベルの量だ。いや、これはありがたいですね。こちらのニンニクマヨ、ジャンクさともガツッとくるパワー系の風味が加わって、いや、男子にはたまらないカスタムですね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。どうしても油そばって濃厚こってりっていうイメージがあるんですけれども、あっさりいただける新感覚の油そばといった感じでしたね。そして油そばの中でも中華そば寄り的なあっさり醤油味的な感じがちんちん亭さんに通じる部分があるのかななんて思ったりいたしました。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちらとんちん亭さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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